ば文芸部にヤンキーが入ったって聞いたけど、大丈夫なの？口下手で笑うと女が逃げる人。ありきたりな日常でさえもあなたとなら輝き出す。たとえ何が起きたとしても、たまに傷つき傷つけても、何気ない日を信じていて、桜咲く君との出会いが嬉しくて。